かないこれ。たわんではいる。すげえ。よかった。収まりました。横向きでこういう位置で。バリウムの検査をするときのような動きも可能です。天然パーマ。今日来たのはこちら。おてつラボ。どうも。今日二段ベッド制作ということで、はい、俺の手じゃもう手に負えなくなったんで、お手つにご相談させてもらって、心よく引き受けてもらえたんでね、はい、ぜひ、頑張ります。理想的な二段ベッドを作りたいと思いますんで、はい、お手伝いよろしくお願いします。頑張ります。今日はお手つラボです。はい。Here we go。天然パーマ。さあではお手つね、はい、今回の僕のオーダーを聞いてください。はい、ね、僕が作ったデラックスな二段ベッド。ですね、はい。はい。だけど、縦にしてしまったら、はい、うちの冬の仕様に合わないってことを作った後に気づきまして。で、冬を迎える前に、この二段ベッドを冬仕様にも使えるようにご相談したいなというのが今回のお願いでご相談です。はい。はい。で、もう、ここから先は僕、お手つ任せなので、完全手ぶらできてます。どうぞよろしくお願いします。はい、頑張ります。まずは何から？ね、うん、で、はい、これは足を取っちゃおうと思ってるんですよ。で、ただ単にこの足をちょっと可動式にして、うん、このトリムの上に乗せるイメージですかね。可動式にできて大丈夫なのね？締めれば多分大丈夫です。あー、なるほど。で、この筋交いと同じぐらいの強度が出せるから、はい、スリムにできると。そうですね。なるほど。はい、じゃあ早速、作業に、はい。行ったらいいですかね、はい。はい。よろしくお願いします。はい、天然パーマ。クラウテスさん、横幅を測ってるということは、ベッドが横向きになるということですね。そうです。なんと、当初あったベッドとは逆の考えでね、作ってくれるんですね。頑張ります。楽しみです。ギリギリ一人分。外せるのは、ここだけですかね。そうです。ここのメタルジョイントだけです。さあ、私、師匠が今、可能な限り再利用できるように。基本的には再利用できるんですけど。はい。幅を取るとなると、ここだけ足さなきゃいけないんで、うんうんうん、ここを足、この辺の足を使えばいいかなと思うんですね。さて、まさかのゲストが、ゴンダマン。おはようございます。ゴンダマンです。全く連絡なしで急に現れたゴンダマンに驚きました。内緒にしておきました。あ、俺いいね。だってもう引っ越したと思ってたもん俺、てっきり。う、ね、うん、さよならっていう LINE をいただいて。そうだよ。お前なんでおるねんってなります。もう今週末あたりがまさにその引っ越しなんだろうなぐらいに想像してたから、そんな忙しい時にと思ったんだけど。最後に絶対にお会いしたいと思って。はい。ありがとう、嬉しいです。いいですね。すごく嬉しい。急遽だもんね。急遽、ほんと。来週か再来週に釣りをしようぜって話をしてて、そういう約束をしてたんですよ。そしたら、行けないかもしれません。それは会社的に飛ばされたわけじゃないよね。自主的にです。ああ、自主的にですね。飛ばされたっていうとなんかね、うん、なんか言ったのかな、みけさんのチャンネルでこう全国的に広がることになっちゃった。悪い引っ越しじゃない。ポジティブな引っ越し。ポジティブな引っ越しです。そしてね、おしゃべりしてみんなに作業させて俺やらないっていう一番ずるいパターンを今さてさて、溶接機まで出てきました。一体俺のベッドはどうなってしまうのか。溶接されるそうです。乞うご期待。そしてあそこには NSR50。NS1 ですね。実はね、さっきからすごいね、気になってたの。なぜなら私は走り屋やってたことあるんですよ。湾岸で。昔ね、高校生の頃、走り屋やってた EZR250 の初期型をネイキッドにして、新木場のブーメランコーナーでかけたのを最後に引退しました。ヨメゴンです。こんにちは。ヨメゴン、大切な今日はね、ポリシーがありまして、僕のね、ポリシーで、女と車は傷つけないっていうね。つまり、車にビスを揉んだりとか、ましてや穴を開けるなんてことはしたくないって。
え、めちゃめちゃやってません、周り。周りは皆さんはね、もう躊躇なく穴開ける人たちが多いんですけども、僕そういうポリシーがあったので、今回おてつさんはそこを守ってくれて、一切こうビスとかを揉んだりとか、ない形でベッドを設計してくれてます。楽しみですね。楽しみだよね。楽しみだよね。どんなのが出来上がるか、うん、めっちゃ楽しみです。お師匠、よろしくお願いします。はい、頑張ります。本当はね、もともと俺、4年乗ったら、もう実はハイエースは降りるって最初に決めてて。そう。その代わり4年で日本一周を全部やりきろうと思って。で、やったら売ろうと思ったんだけど、やっぱさ、愛着が湧いて、だんだん手放す気がなくなってきたっていうのもあって、いろいろリフトアップしたりとかね、始めたりとかして。あと、いつでも、ノーマルに戻せる。そしたら一番高く売れるとかっていうね、ちょっとそういういやらしい大人の計算がすごく入ってたんだけど、ただもうね、ケツも3回ぶつけ、人の車も壊し、重いな。いやでも本当にね、やっぱり日本一周とかしちゃうとさ、思い出が深すぎて、今度 やっぱ逆に売れなくなっちゃったなと思って。天然パーマ。こういうイメージです。デレン、これが4箇所ついて、はい、さてさてここからどうなるのか。今ようやく僕の中でもイメージが分かりました。どういう風になるのかが。なるほど。これ自体はもう組んじゃっても大丈夫だと思うんで。ああ、なるほどね。入りますよね。そうね。でもあれでしょ、最終調整して、そこで固定って感じですね。足の位置は、はい。なるほど。ある程度仮組しちゃえるんですね、外側で。はい、やっぱり普段から DIY をしないので、うん、そういう発想が湧かない、僕の場合。ただ、ちょっとやってみないと正直、うまくいくのかどうかは。行き当たりばったり。あんまり、エレクターの経験があんまりない。エレクター処女？そうです。あららら。処女ではない。処女ではない。回数が少ない。今回は接着を使わずにピアスビスで留めるという方法を取ります。そうすることで何かあった時にまたバラシが効くとね。そうですね、結構ね、僕も職人上がりなんで、道具は諸先輩方々がうるさかったんでね、うん、自分が使ってる主要の道具は全部マキタですね。なるほど、はい、マキタ、ハイコーキ、ヒルティ、ボッシュ、いろんな派閥がある中で、はい、国産のマキタ派。廃校機は日立の時の方が良かったかな、はい、道具にこう入ってるロゴが、はいはい、変わりました。確かにあのロゴがかっこよくないな。あ、そういうところもいろいろとこだわりがあると。さあ、だんだん概要が見えてきました。このように横向きベッドになります。今高さ出しをして足の長さを計測しています。そうでしょう。こういうのはアイデアもそうだし、道具もないとなかなかね、そうですね、できないですもんね。道具はもう最低条件ですね。そうだね、絶対に。うまくいくかな、ちょっと不安ですね。あなたが不安になったら私はもっと不安になるんですからね。いかがでした、長さは大丈夫でしたか。いや、5ミリ足りないんで。あ、なるほど、もう一回。今日はね、端材がたくさんありますので、何度でもやり直しが効くというメリットがあります。そもそも普通の家庭には高速カッターというものすらありません。そうですね。はい、長さが決まれば4本これで統一させると、はい、そうです、はい、もうでもかなり見えてきましたね。そうですね、一気に。いや、やばい、理想的な俺の二段ベッドが刻一刻と形になってまいりました。あ、そうか、ごめんなさい、これもう一回作り直します。はい、これがね、大事。3日ぐらいに分けて2人で初めての共同作業です。バンパー取り付け、うん、やっぱいいよ。これでコンプリートって感じがするね、顔。うん、そういうこと言われると欲しくなってきちゃうじゃんか。欲しくなってきちゃうよ。
角度もバッチリ、これで引っ掛けて乗せるっていうことでビス打ったりとかしないでもちゃんと持ってもらえると、はい、それも既製品じゃなくてちゃんと全部削り出しで作ってもらえるところがやっぱおてつラボのすごいところです。既製品ってほとんど使ったことないんですよ。おてつラボでは一つ一つが結構ワンオフっていうの、結局電車合わせじゃないですか、うん、そうなると既製品だと絶対にないんですよ。一部分だけ既製品を使ってもそこからまた何かプラスして結果的にオリジナルになっていくと。角度合わせおよそ20分しか寝てないもん。マジで L 型の金具ですね、はい、これがあの窓の縁のところにこう引っかかる、これが僕のエースケの角度に合わせられてカスタマイズされております。そこに溶接が加わり結合されると。私わしが鉛筆削り職人だった頃の話をしよう。ないわそんなの。なんかもう哀愁漂ってますよ。もうね、こうやって地味な作業を繰り返し人は置いていく。おてつが2つ終わらせているところをようやく1個終わった。まだありますよ。どんだけ不器用なんだ俺。もう溶接入ってます。ヨメゴン、いいところに気づいたね。天然パーマデザイン。ああ、そうです、ね。無理くり持ってくれよ、こっちに。めっちゃ映えますね、色。カリフォルニアオレンジというカラーになっております。そう、まるで光が降り注ぐカリフォルニアのような。いかがでしょうか。もうこれがっつりついてるんですか。いや、うん、多分。ただね、もうちょっとつけたいよね。もう鋭角だと余計難しいんだよな。よし、向けました。おてつ師匠がとっくに向いて、溶接に入っているところ、ようやく私向けました。チンコは向けてるんですけどね。今朝のチャンネルは OK です。全然 OK です。回を重ねるごとにおてつ師匠の溶接技術がレベルアップしていく、私のベッドの足で越えていってください。ボッコボコです。東京リベンジャーズ。ボッコボコ。わかんない。さあ、足が完成しました。溶接部分にはテープを巻いて、きれいに化粧をして、そして裏側、角にね、乗っかる部分には、このように、フェルトを貼ることで、傷つかないように養生しました。ここから一気に足を組み上げていきたいと思います。さあ、ついに足が入りました。一旦ちょっと待ってくださいね。はい、仮止めしちゃう。そうしましょう。足の裏めっちゃつってますよ。パキーンって。はい、そしてここに乗る。バッチリではないでしょうか、師匠。師匠。一旦仮で位置を決め、これね、窓には直接触れないように約20ミリクリアランスを取りました。こちらも同じくですね、シェードが入って窓にぶつからないようにクリアランスを作ってあります。さあ、完成まであとわずか。はい、大丈夫かな。ああ、ちょっとそこ見せて、スライドしてください。お分かりになりますでしょうか。なんとこのベッド、ストロークとしては40ちょいぐらいですね。40センチぐらいですね。この窓枠の範囲内で前後に
ストロークするという仕様で作っていただきました。お手伝い賞いかがですか。多分大丈夫だと思います。いいと思います。素晴らしい。作業の9割をお任せてしまいましたが、ついに可動式二段ベッド完成しました。めっちゃ新しい。こんなベッドを作っている人はいないんではないでしょうか。あんまりないですよね。ですよね。てってれー。そして手前にもてってれー。一応耐荷重は私が寝ても大丈夫なように、はい、80キロを想定して作ってもらったということで、はい、大人から子供まで、はい、じゃあ一旦天板を乗せて、はい、ちょっと仕上がりの雰囲気を見てみましょう。そうですね。さあ、もともとありましたこの天板の板ですね、これはこのまま再利用できるであろうということで、行ってみたいと思います。さて、ここもパズルだよな。あ、1600だから余裕で回転するかな？するかな？しましたね。しました。そして、着地！てってる！あ、完璧！加工いらない。よかったですね。いや、早速ちょっと待ってください。怖いな。怖いよ。ちょっと待ってください。一応念のため怪我しないように要素はちょっと一旦取り除いて、ヨギボーが安全のためにこれは安全だお願いします。お願いします。これそれでは強度バッチリ取れてると想定して寝てみたいと思います。私体重78キロ。これ変わんではいるけど大丈夫そう。いけたんじゃない。全然窓がある分完璧に収まりました。すげー。完璧に収まりました。横向きでこういう位置で、しかも、幅を650取ってます。これは一般的な車中泊マットの横幅なので、ちょうど大人一人分寝れます。さらに軽く寝返りも打てるし、バリウムの検査をするときのような動きも可能です。危険だよ。バリウム検査のような動きもスムーズに、全然安心安定。今、俺が乗ったところで、きしみもないし、不安な要素がない。全然大丈夫。音全然しないですね。金具から。うん。で、基本的には、当然だけど停車してる時に寝る時なので、走行中のことは想定してなくていいので、さらに僕が作った二段ベッドよりもクリアランスが、10ミリ増えているから、圧迫感もなく大人でも快適に寝れる。素晴らしい。お鉄師匠素晴らしい。最高。いやー、よかった。よかったです。このように窓枠の範囲内で前後にスライドすることでベッドの位置を変えられるという仕組みにしていただきました。ちゃんとね、足にはフェルトをかましているので、ここの面傷つけることなくスムースに移動ができるという仕様にしていただいております。いかがでしょうか。こちらの技術はすでに特許を出願しておりますので、簡単には真似できなくなっておりますので、ご注意くださいね。お鉄師匠お鉄オリジナル二段ベッドシリーズ、これ第一弾ですね。これシリーズなんですか。あ、もちろんさあ、このように配置が戻りました。こうすることで下段側1、2、3人がセカンドシートの背面までを使ってゆとりを持って下に寝れて、さらに上側に横に人が寝られると、こうなることで4人家族がかなりゆとりを持って車中泊で寝ることができるという新しいレイアウトスタイル、こちらから覗いてみたいと思います。こうですね、非常に広いベッドスペース、ベッド面とそれから二段ベッドの下は約300ミリ空間を作ります。ここは足だけが入るようになるんですが、寝返りを打ってもストレスのない空間を残しつつ、上もね、550ミリかな、高さが取れているので圧迫感がなくて、かなり快適に寝れるスペースを確保することができました。で、さらにお手さんのアイデアで、ここをスライドできることによって、荷物のレイアウトによって
ベッドの位置を変えられるという仕様にしました。こうすることで、我が家のように夏と冬で、ベッドの使い方、レイアウトが変わるような車の人には、かなり自由度が高い車内の、スペースを確保することができるようになります。ね、おてつさん。ね、池さん。おー、なんとこうすることで、ここは、僕のモバイルオフィスの、私デスクにもなります。すると、バックドアを開けた向こう側に、海を眺めながら、ビジネスの電話をしたり、映像編集をしたり、お仕事のスペースとしても活用できる、これ。ただのベッドだけではない。あらゆる使い方に汎用性が広がる、マルチベッド&デスクシステム。これは天然パーマとおてつラボ、コラボモデルということで、専用のステッカーが発売されますので。あとは、まあ、雨の日なんか、もう一枚外して、うん、これをこうして、対面で4人でも、ね、ご飯食べたりとかね、はい。いわゆるキャンピングカーの、レイアウトと同じような使い方ができるということで、でね、いろんなことを加味して、設計されている、モバイルデスク&ベッド&スライドシステム。まだ名称決まってないので、いい名称があったら募集中です、かなり僕ぶん投げでオーダーしたんですけど、めちゃくちゃ完成度の高いものと、いろんな実用度の広い新しいベッドデスクシステムができました。さすが、おてつ師匠のおてつラボでこれは作られたものです。ありがとうございます。勝手にパクんじゃねえぞ。天然パーマというわけで、おてつさん、はい、今日一日、はい、まるっとかけて、僕の車のベッドね、リメイク、はい、お願いしましたけども、最高のものができたと思います。このベッドに関しましての商標は、おてつラボが持って所有してますので、質問がある方は、おてつさんの方にお問い合わせしてみてください。今日はどうもありがとうございました。はい、Thank you very much! ちょっと急遽、ゴンダマンも駆けつけてくれて、二人でね、一緒にお手伝いいただいて、僕の車完成しました。はい。最高のベッドできました。また、ここおてつラボで何か新しいの作るときは相談したいと思います。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、バイ。バイ。バイ。Dude, that father is 10 and permed!